6時、夕方の6時、7時ぐらいに、なんか、マイクラインして、その無名ちゃんのベリーハウス予約作り終わったなーとか思ってたら、なんか、EN の子たちのチャットも左下に流れて、ずーっと日本語だけだったテキストが、チャットがなんかこう EN 勢の子たちも、喋ってて、あー楽しそうだなーって見てたら、なんか、最終的にクロニーだけ残ったのかな？で、クロニーが、なんか残ってて何やってんのとか聞いてて、え、じゃあ今度遊び行っていいとかテキストで話してたら、なんか今改めてちょっと何やってるのか教えてくれて見てきませんかみたいな話の流れになって、なんか EN のサバの方にお邪魔してテキストで案内してくれたから、え、それならもう VC でボイスチャットで話そうよってなって、でもポルカのパッション英語で押し切ったし、ポルカはパッションイングリッシュで頑張るって言ったら、私もパッション日本語で頑張りますって言ってて、かっこよすぎる意外とちょっと恥ずかしがり屋、シャイなところがあるのがまた可愛かったわ。今日もそのクロニーに、クロニーが、そもそも、なんだっけ、ペコラ先輩の建築はすごいですが、JP は怖いですって言ってて、なんで JP 怖いみたいな話して、すぐ殺し合いをしてるし、建築物で殺されるっつってて怯えてたから、いや違うんすよっていう、いや宇佐田ピコラさんという人はねってこんなセンターも作って、こうやって交換がはかどる、さらにこんなゴーレムトラップも作ってねっていうすごい人なんやでっていうのをちゃんと言っておいてでもそのゴーレムトラップを見て、こんなに鉄があってすごいって思って上向いて、ゴーレムがクシャン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 って死んでいくのを見てて、ああこれは大丈夫ですか、違法ではないですかみたいなこと言っててこれは大丈夫トラップですかって言われて、ああこれは もちろん問題ないやつですよってそう、EN も、稲先輩が作ってましたって言ってたのに、上をふっと見て、ゴーレムがクシャンクシャンって、もう、多分、わかんない。クロニーの頭の中で多分、今ちょっと、ペコラ先輩の建築物が怖いって思ってるんだろうけど。だから、夏祭りの方の会場に一緒にいて、こういうことやったんだよっていうことを話してて、で、ガラス音色に入れてみたら、出られない。本当にわからない。こんなものを作ったのは誰なんだっつって。いや、それは、さっきあなたがすごいって言ってたフレアさんだよっていう。なぜ JP はこんなにJP はなんでこんなにひどいことをみたいな意地悪を、悪いことをするんだって言ってて。面白かった。なんか街みたいだって言ってた。 JP サーバーはもう街だから、こっちは村みたいなこと言っててなことはねえよってすごいじゃん。 EN めっちゃすごいのにJP は怖くって、そこにいるホロガールズはみんな街娘じゃないけど、そういうシティガールだっつってた感じ